はい、こんにちは。今日はリープモーションですね。久々に立ち上げて、今、見せてます。これはビジュアライザーといって、リープモーションをですね、調整するための、まあ、一つのアプリですね。調整用のアプリです。これは、僕の手と連動しておりますね。はい、こういう細かいこともできます。で、これをちょっとズームしますね。ちょっと拡大目に。大きく出ます。画面いっぱいにします。はい。これは僕の手ですね。右手の人差し指がこう出ます。この精度で、書いていけますね。横文字でも。はい。この精度で書いていくことができます。5本の指で、いろんな絵を今、丸。はい。両方出しますね。これで両方出たところです。こっちが左。水色の方が左ですね。こちらが右のビジュアライザーで、こういうふうに僕の骨格が、はい。すべて下のセンサーが、から赤外線みたいなのが出てて、それによって、コントロールしています。これがマウスを使わない、リープモーションコントロールの V2 ですね。V2 バージョンですね。前は、リープモーションだけだったんですけどね、今 V2 というのが出ましてね、さらに、まあ、進化したというか、少しは良くなったというところですね。まあ、マウスを使った方が、慣れてる人はね、もう面白いんですけどね。まあ、これは未来的でいいということでね。例えば、Windows 8.1 とかをね、こうやって触って、操作することができると。空中でですね。マウスを触らず、まあ、操作できるというところではいいですよね。結局、マウスを持つとですね、このマウスについたあのウイルスとか菌がですね、手に付着しますよね。だから常にマウスは、まあ、清潔に保っとかんと、自分のだったらいいんですけどね、いろんな人が握りますんで、そういう面もあって、この空中マウスって言いますかね、空間マウスっていうのができた。これによって、その、一遍消毒したものが空間でやるから、まあ、完全に、まあ、除菌された状態のままで、できるという、まあ、そういったメリットはありますね。でも、なかなか操作がね、慣れるまでは難しいといった具合です。これがビジュアライダーですね。今、色が変わりましたよね。はい。赤い方と青い方。こういうふうに、できます。はい。お見せよくしますね。ビジュアライザー。これです。これがリープモーションの、まあ、初期の設定のビジュアライザーの画面をお見せしているところです。久々ですね、リープモーション、1年ぶりに起動しましたね。なかなか面白いアプリも出てきましたんで、まあ、今後、興味ある方はぜひ見てください。これがリープモーションですね。これがリープモーションで、はい、ここから3つ点から出ています。ちょっとね、2013年、2年ぐらい前に出たものですけど、はい。これを組み込んだパソコンもありましたけどね。ヒューレット・パッカードさんが出したんですけどね、HP さんが。はい。そんな、ノートパソコンもありました。そういったわけで、まだまだ使えるリープモーション V2。これからの進化が楽しみです。よかったら皆さんも、まだ売ってると思います。買ってみてはどうでしょうか。ではまた。さよなら。